あ、はじめまして、ローランドと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、そうですよね、あの、はい、その先の時に、はいはい、非常にお世話になりまして、もう今日もよろしくお伝えくださいと言われてたまって。あ、本当ですか。もちろんです。もう本当になんか逆によろしくお伝えください。触れていただいて、なんか本当に楽しかったっていうふうに話しておりまして、はい、本当ですか、はい、よかったですね。いや、お会いできました。生放送ですもんね。そうなんですよ、はい、全然大丈夫です。ビジネスマンがいっぱい見てるみたいな。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、でもお目目が見えないんで、どこを見たら見えないですか。見えないですね。今日はどういうあのイベントですか。今日はそうですね、あのオンラインのイベントなんですけど、 IT トレンド、まあパソコンも使えない僕が IT のトレンドに呼ばれるっていうのもね、不思議な話なんですけど、はい、ビジネスマンとして呼んでいただいて。ゲストはローランドさん一人ですか、はい、これ単独ゲストなんですか。あのイベント自体は、はい、メンバーがすごすぎて、日本代表の、ね、元サッカー選手中田英寿さんとか、はい、え、中田英寿さん、はい、来るんですか。はい、あと小泉純一郎さんとか、え、首相元、はい、の間にローランドが入ってるっていう。あ、そうなんですか。はいはい、向こうからオファーですよね、はい、PR のサイトとか見たときに、はい、そこの間に挟まれてて緊張しますね、ちょっと ね、 ね、もしかしたらちょっと固いローランド見せちゃうかもしれないなっていう。はい、なんか嫌ですね。わかりました。13時から45分間のトークになります。最初に神田さん、こちらの方で、はい、ローランドさんの方のご紹介をさせていただきます。横並びを見た時には、はい、本当驚いたんですけど、はい、あれは例えばイベント側からちょっと反対があったりとか、はい、そういうことはなかったんですか。ですね、正直人反対はないです、はい、なんですがやっぱりこうどちらかというとローランドさんって、はい、なんですか、ホストのイメージですとかやっぱりタレントのイメージが強いんですけど、普通にただ聞くよりもエンターテインメント性を持たせたかったので、はい、なかなかありえないような並びの中にぜひこうローランドさんに入っていただいて、そのご自身の経験とか体験みたいなものを大々的に語っていただきたいと思ったので、はい、あの少しビビってはいました。はい、じゃあ行きましょう。5秒前です。5、4、3、2。IT トレンドエキスポ2021スプリングをご覧の皆様、こんにちは。フリーアナウンサーの神田愛佳です。では早速本日のスペシャルスピーカーご紹介いたしましょう。現代ホスト界の帝王としてメディアにも多数ご出演、インフルエンサーであり実業家としてもご活躍されているローランドさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやー、まあ、画面を通しているとわからないかと思うんですが、大変いい香りがしております。嬉しいな。すごいいい香りがしております。みんなにも伝わったらいいんですけど ね、 ね、香りも、ね、伝わる時代が来るかもしれないですけども ね、 あのローランドさんといえば今ご紹介させていただきました、はいはい、現代ホスト界の帝王というイメージが一番強いかと思うんですが、実は実業家経営者である側面もあるんですよね、うん、そうですね、2年前に起業して、はい、今ホールディングスで8社ですかね、はい、を経営させていただいて、こんな素敵な場所で喋らせていただいていいのかなっていうぐらいの、まあ、立場ではあるんですけども、まあ、今日は全力で僕が思っていることを伝えられたらいいかなと。お願いします、はい、テーマがこちらです。じゃん。才能がないからこその成功術、はい、もう本当にホストとして日本一座に疲れまして、一体どういうふうにその才能がないっていうのが分かってからそこまで行くのかっていうことを聞かせてください、うんうん、同期で入った同い年の子とかが女の子と楽しそうに喋ってて、でシャンパンをこう楽しそうに飲んでいる姿とかを見て、うんうん、やっぱり最初はなんで俺にあの才能がないんだろうって悩むわけですよ、はい、でもまあないものはないからしょうがないじゃないですか。だからどうするかって言ったら、もう仕事に真正面から向き合って考えるしかないと。女心ってどうしたらこう掴めるのかなっていろんな本を読んで、はい、もうそれこそあの雑誌にあるね、女の子を口説くための3つのテクニックみたいな、うんうん、もうそういうなんか頭を2回ポンポンしたらこう女性はキュンキュンするよとか、はい、そういうことを調べたりとか、あとは
女性のファッションにも疎かったんで、お金もなかったんで自転車で表参道まで行って、はい、そこら辺に止めて表参道をこうぐるっと回ってウィンドショッピングして、はい、あ、これがトレンドなんだって勉強したりとか、あとはお金持ちの人ってどういう雰囲気なのかなっていうのをつかみたかったんで、どうやったら学べるかなって考えた時に、はい、一番いいこうお金持ちの人が行くイメージが、その時は高級ホテルだったんですね。六本木にあるグランドハイアットのエントランスに座って、はいはいはい、もう休みの日とか5時間ぐらいこう行き交う人を見て、あ、こういう靴履いてるんだとか、こういうバッグを持つんだとか、あの人の佇まい素敵だなとか、でそういう仕草を身につけるとか、それは態度がないと思ってじゃあやめようとはならずに、そっちの努力をするっていう方向に進んでいったのはなぜなんでしょうか。サッカーで大きい挫折を味わってたんで、もうやめたくはなかったんですよ。逃げたくなかったし、だったらやるしかないだろうっていうことでやったんですけど、1年目以降は2年目3年目と売れたんですよ。でも売れた中でもナンバー2に落ちてしまったり3に落ちてしまったりっていう瞬間があるじゃないですか、うん、はい、その時はやっぱその経験があるから、うまくいかなかった時に他が悪いんじゃなくて、やっぱ自分に何か責任があるんだな、自分が何かやり方を変えなきゃいけない時期なんだなっていうふうに思えるんですね。ああ、頭の中がそういう風になるんですね。頭の中がもううまくいかなかった時は自分が変えるべきだっていう、これが僕が才能があったら、何なんだよこいつら、なんで俺のこと分かってくんねえんだよっていう感覚で仕事してて、多分そのままどんどん下がっていっていたと思うんですね。僕声を大にして言いたいんですけど、本当に僕が才能がない男で本当に良かったなと、俺にホストの才能がなくて本当になんてラッキーだったんだと思えるんですよ。今のお話聞いてますと、その才能があって成功される方よりも才能がなくて成功される方の方が成功される期間も長そうですし、うん、強いですね。だから鬼に金棒っていう、まあ、日本語があるじゃないですか、はい、鬼がまあ天才だと仮定して、で、まあ、金棒が努力だと仮定したら、はい、鬼に金棒を持ってる人って世の中に言ったらもうクリスチャーノ・ロナウドとか、うん、まあ、本当セリーヌ・ディオンとか、はい、それぐらいのレベルで本当天文学的な数字なんですよ。金棒を持っていない鬼と、まあ、その金棒を持っている凡人、これどっちが戦ったら勝つかって言ったら、僕は金棒を持っている凡人が勝つと思ってます。その証明が僕だと思っていて、やっぱりいろんな天才がホスト業界にもいたわけですよ。学校で一番モテましたとか、バレンタインデーにも他の学校からも押し寄せて100個200個もらいましたみたいな天才がいる中で、僕みたいに芋臭いサッカー部出身の俺が勝てたのは、やっぱり努力できない天才と努力する凡人だったら、僕は努力する凡人が勝つっていう、まあ、最たる例なのかなって思ってますね。でも正直その今日、ね、ご覧くださっている皆さんも大勢いますけども、うん、はいはい、まあ、才能があるかないかって言ったらない方の方が圧倒的に多いわけじゃないですか、うんうんうん、その時にどう自分がこう変えていくかですね。そうですね。だからこのなんであんな会社がうまくいって俺の会社がうまくいかねえんだとか、はいはい、ああ俺にあのビジネススキルがあったらなって思う気持ちはもちろん分かりますよ、はい、でもマインドを変えたら、だからこそ今あのめちゃくちゃこう仕事に対して向き合えるじゃないですか、はい、その時間って成功してみたらあの時がどれだけ大事だったか、そして才能がなくて本当に僕は幸運だったって言える日が絶対に来ると思うので、それをね、まあ、この画面の向こうの方たちに、はい、うん、まあまあ才能がないからって諦めないでくれよと、たかがそんなことでと、才能がないなんてもうそんな大した要素じゃないんだよっていうことは、はい、伝えられたらいいかなと。そうですね、うん、次のトークテーマに参ります、はいはい、こちらです、はい、これからのビジネストレンドということなんです。今年はその人類の皆さんが初めて向き合うコロナという状況になってしまって、うんうん、もう皆さんがビジネスでどうしていけば生き残れるのかとか、いろんな悩み抱えてらっしゃると思うんです、うんうん、でローランドさんもやはりそのコロナの影響はかなり受けてらっしゃった、うん、そうですね、僕自身もホストクラブを、まあ、無期限でちょっと閉店しなくてはいけないとか、はい、うんうん、そういう辛い事態にもなりましたし、はい、でもその中で僕が考えているのは今後のトレンド、まあ、もちろんいろんな方が予測されてますけど、はい、でも僕はやっぱり、まあ、人情派のビジネスマンだと思っているので、やっぱりやりたいことを追求していきたいなっていうところが大きいんですよ、はい、やっぱり利益よりもやりがいロマンっていうところを追求してやっていますし、まあ、人間に生まれたこう一番の特権はロマンを感じられることだと思っているので、例えばこのおしぼりをこう置いておく、はい、まあ、この板がありますよね、はい、これを、まあ、もちろんこれ素敵な商品だと思いますし、これがあるおかげで助かっている方たくさんいると思うんですけど、はい、ローランドこれ作ったら月で1億円のリスクが利益が出るぞと、はい、どうやらないかって言われた時に僕は多分やらないんですよ。なぜでしょうか。なぜかというと僕はこのおしぼりを置くこのトレーに魅力を感じないから。だとしたら僕はこのジャケットを作って、はい、そして月100万円の利益出ますよ、どっちか選びますよ、どうしますかって言ったら、僕は
月に100万円しか利益が出なくても、はい、僕は多分ジャケットを作るビジネスをやると思うんですね、うん、なぜかと言ったら魅力を感じる僕が魅力を感じるから、うん、だからやりたくないことをやって稼ぐ1億よりも僕がやりたいことをやって稼ぐ100万の方が僕は尊いと思ってるんで、うんうん、って考えた時に、まあ、トレンドの予想だとやっぱりフェイス2フェイスの接客業は廃れていくとか、うん、まあそういうなんていうんですかね、まあ、ネガティブな予測もありますけど、はい、僕は逆に言ったらトレンドに左右されないことも一個の道なんじゃないのかなと思っていて、はい、あのフェイス2フェイスのこうコミュニケーションが今ズームだったりとかもちろんこのオンラインもそうですけど、はい、ホストも、ね、そのうち AI で接客できるようになるんじゃないのかとかそういう AI が発達してきていろいろありますけど、はいはい、そういうものが発達すればするほどこのフェイス2フェイスで顔を合わせて温度感とかをこう察知して、はい、今何考えてるのかなこの人とか洞察力を働かしてぬくもりを感じる接客っていうのはどんどん価値を帯びてくると思っているの で、 でもこういったその時代になりましてこれからビジネスで成功していくためにはどんなことが、まあ、一つ挙げるとしたら必要だというふうに感じていらっしゃいますか。まあ、ビジネスするにあたって成功を1個のゴールと考えている人には正直僕は多分スタンスが違うのでなかなかアドバイスできないことだと思うんですよ。ほうほう。僕はやっぱりやりたいことをやってそれに利益がついてきたらいいなという、はい、スタイルの起業家なので、まあ、僕と同じようなマインドで考えていらっしゃる方がもしいらっしゃるんだとしたらとりあえず心が赴くままにこうやりたいことをやってこのコロナ禍で本当にこれはやりたいことだじゃなかったら続けられなかったなっていう苦しいこともたくさんあったんですよ、はい、だから、まあ、根性論でこう、ね、やりたいことをただやってますみたいなこう綺麗事言ってる人に聞こえるかもしれないですけど、はい、一個のビジネスの形としてただやりたいことを追求するっていう形も僕は一個ありだなと思っているので、まあ、そういう生き残るための秘訣だったりとか僕よりももっとスマートな方に尋ねるとして、うん、僕から言えるのはやっぱりやりたいことをやるっていうのは綺麗事のように聞こえて意外と合理的でもあるよってことを伝えたい。ありがとうございます。ではここでお寄せいただいた質問にお答えいただこうと思います。何でしょう。ありがとうございます。あ、たくさん来てます、ね、たくさん来てますか、はい、高校生の息子が自分に自信がなくて、はい、何事もすぐに無理と諦めてしまいます。最近は仕事をしていてもそういう若手が増えてきた気がします、うん、そういう方たちのマインドを変えるきっかけポイントヒントなどが欲しいですということです。まあ、自信持てって言われてみんな持てるんだったらスマホと同じがみんな自信持ってるんでそういう、まあ、あの根本的な解決策最短ルートってないんですけど僕よくスタッフたちに言うのは自信をこう雪だるまに例えるんですよ。雪だるま。雪だるまって一個こうちっちゃい雪の玉結晶をこう固めて転がして転がして大きくしていくじゃないですか、はいはい。でも自信ない人って最初から大きい雪だるまを見てなんで最初からあんな雪だるまも作れないんだろうって思うわけですよ。でもどんな自信もちっちゃい成功体験、まあ、ちっちゃい成功体験ちっちゃい雪玉と仮定して、はい、もう手がかじかんででもこうなんとか固めるんですよ、はい、でそして寒いけどずっと転がして大きくしていくものなんですよね、うん、で大きくなればなるほどあのくっつく雪の量が大きくなるんで、ね、どん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 簡単に大きくなるじゃないですか、はい、最初はもうどんな大きい雪だるまもちっちゃい雪の玉から始まるんだぞお前とホスト始めたことが最初からローランド見てお前ローランドとの差感じてお前ギャップ感じてお前やんねんじゃねえバーカと慣れるわけないんだからお前ちっちゃい雪玉をもう手がかじかんでも固めて転がせよとそして転がして転がしてその先にローランドになれるんだぞっていうそこのギャップまでのまあやらなきゃいけないことをそういう比喩表現で例えたりするので自信がない人っていうのは逆に言ったら理想が高くて目標が高い証拠でもあるんで悪いことではないんですよね。その高校生の息子さんには自信っていうのは雪の玉で最初から大きい雪だるまなんか作れないぞと言ってあげてください、うん、そうですね。誰もは最初こうちっちゃいところから自信を持っていくんだっていうことですね。はい、はい、OK です。皆さんどうもありがとうございました、はい、いやいやこちらこそ楽しかったです。あっという間でしたね本当にね。いやいやいや、いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。どうもありがとうございます。楽しかったです。本当にホストクラブ1回も行ったことないんですよ。あ、じゃあちょっとあの日村さんとかと一緒にね、いいあのオープンしたら全然お金はいただかないんで、いやいやそれはちゃんとあの日村さんに出世払いでって言っててください。はい、検討していただきお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。